すごいな、初めて見たこんな形で。このものの詳細は、まあ、家帰ってから。おー、やっぱ濁ってんね。なんかヘイジーって。あー、うまっ。どうも、ランドクです。今回高円寺に来ました。今回紹介する店がこちらということで、まあクラフトビールのお店なんやけども、まあクラフトビールっていろいろバーとかいろいろあると思うんやけど、ここ珍しくてクラフトビールが自動販売機で売ってるっていう変わったお店です。で、まあ最近俺ちょっとまあビールね、まあハマってて、まあいろいろこう調べていく中でたまたま見っけたところやったんやけど、ちょっと駅からは離れてるんやけどさ、自販機でクラフトビールを買うって体験ってあんまないなと思って、っていうのでまあちょっと今回来てみたんで、ここ紹介していこうと思います。行ってきます。っていう感じで店内こんな感じなんやけど、まあ、ここ飲み屋さんというよりかは、輸入を専門にやってるインポーターさんの倉庫として基本的には使ってるやつさ。だからまあこっちにある、ここは全部ビールを保管してる倉庫になってるらしくて、その空きスペースで自動販売機っていう形であのクラフトビール出してるらしく、すごいな、初めて見たこんな形で。でもいっぱいバーってあるけど、まあ、ここにもあるし下にもあって、まあ、あと自動販売機に入りきらなかったやつっていうのもこんな感じで売ってます。で、基本的にその店員さん1人はいるから、その店員さんに例えばこれ自動販売機じゃないやつが欲しかったらくださいって言ったりとか、まあ、あとは逆にこういろいろあるからさ、まあ、分からんと思うから、まあ、そういう時に相談することもできるっていう感じ。しかしまあいっぱいあるね。でまあなんかね、このまあいっぱいあるんやけど、まあ、例えばそれぞれに名前だったりだとか、まあ、これ種類ヘイジー IPA って言うんやけど、その他もろもろ説明あるから、一応ここ見ればなんかある程度イメージはつかめるような感じにはなってる。だけど分からんからね、ちょっとまあ後で店員さんに聞こうか。ちなみになんかね、決済はキャッシュレス方式もできて、ここにその機械なんやけど、まあ、ここの維持ってあのキャッシュレスで決済するらしい。で一応現金もいけないんやけど、現金の場合これ1000円が1枚しか入らへんらしいから、まあ、例えば物によったらこれ、1020円なんやけど1枚しか入らへんから、だから1000円と小銭っていう感じらしい。すいません、これビールのことを伺ってもいいですか？個人的に IPA 結構ハマってて、で IPA の中で何かこう3本ぐらい買おうかなと思ってるんですけど。ミルク割りだとストロベリーキウイ。あー、ミルクシェイク IPA。 いろんなものがみんないただけたいっていう場合は、上の段のこの辺とかが IPA なんですけど、はいはいはい、今全然ぐらいなく。ブリュットってなかった？ブリュットは結構すっきりしたような、へぇ、日本人の感覚で言うと辛口に近いような辛口イメージですけどね。へぇ、なるほど。厳密に辛口ではないので、はいはいはい、近いような、まあ、イメージで言うとキリッとした感じ。なるほどな。あ、すいません、ありがとうございます。むずい。まあ、なんかちょっともうちょっと吟味する。ほなね、もうとりあえず3本決めた。もういろいろあったから難しかったけど、とりあえずこれっていうのを決めたから、まあ、買ってで家帰ってちょっと試飲していきます。ちょっとあの QR コードで決済して帰ります。ここでまあいろいろ選べるんよ、どういう決済するかみたいな。でまあ交通系とか ID とか思うから、今回俺 LINE ペイでやろうと思ってるから QR コードで下にピッて読み込ませれば下から出てくるって感じ。最近マジでもキャッシュレスを支払うやからすごいありがたい。他のやつを買っていきます。ということで買いました。こんな感じ。このものの詳細は、まあ、家帰ってから説明するけども、まあこれ1個ね、カメラマンの方って、まあ、4つで、ここのホルダーがここにあって、これはもう自由に使っていいってことらしいんで、まあちょうど4つやからこれはめ込んでいくか、家で晩酌していこうと思います。ということで買ってきました。今回買ったのがこちら、この4種類ね買いました。いやー、こいつに関してはマジでもうね、ジャケット買いめっちゃ可愛いなと思って。で、一個一個説明していくと、これがねラッセルブルーイングのオートミールスタウトっていうやつで、まあスタウトやから黒ビールやね。まあコーヒーとダークチョコレートの香りがシルクのように滑らかなボディにシームレスに溶け込みますっていうふうに書いてるので、まあこれも良さそうやね。まあ、この3つこれがもう飲みたいなと思って買って、でこっちはもうカメラの方が買ったやつだけど、俺は基本今 IPA って呼ばれる、まああのホップが多いのが好きやから、もう IPA 重視にしました。ということで次がこれね、アーバノートと呼ばれるところのエレクトリックシティウエストコースト IPA というので、まあこれも IPA なんやけども、柑橘類、ココナッツ、パッションフルーツの香りが弾け飛びます。サブロ、シムコ、モトゥエカホップ、まあこれも全部ホップやね、をふんだんに使ったっていう形で、まあ店員さんが教えてくれた、まあちょっと苦味の強い IPA らしいです。ほんで次、これもね、もう正直に結構ジャケットが活かしてんなと思って買った。ファンクエステイトと呼ばれるところのモスデフヘイジー IPA。まあヘイジーやからあのちょっと濁ってるっていう
やつやね。まあ、これは柔らかな苦味とジューシーでトロピカルのホップキャラクターが際立ちます。タルタナというねホップを使ってるらしいけど、ふんだんに使用することで表現してるジューシーって書いてあるんで、まあこいつもすごいあのガブガブ飲みやすいようなやつになってるんじゃないかな、生かしてるね。これもアーバーノートが出してる、マイアミブリュットラガーっていうので、これはあのこっちが全部 IPA やけども、これはまあラガーやね。爽やかな疾走感とトロピックな香りが手を取り合って、海岸で夕暮れから夜明けまで踊り続けますっていう形になってます。まあっていう感じでね、まあ、だから IPA と違ってこちらラガーやから、多分どっちかでまあすっきり飲みやすいような味になってると思うけども、まあでもやっぱクラフトビールって幅広すぎて難しいよね。あんなんマジでごく一部やし、まあ、だからまあしかも1ヶ月くらいの単位でいろいろ変わるらしいんで、定期的に行ったら面白いビールとかも入ってると思うから面白いんじゃないですかね。っていうので、まあ実際ここからね、もう俺が単純にビール楽しんでいく回です。まあなんかどんな味かっていうのを表現しながら、あのまあちょっとおつまみも買ってきたんで、それ食べながら飲んでいこうと思います。ちょっとまず一発目はこれにしました。あのファンクエステイトのモスデフヘイジー IPA。 まあ割となんかね、多分他のやつはちょっと味が苦味が結構強いとか、あと黒ビールやったりするんで、まあ3つの中やったらこれが一番まず最初に飲むにはいいんじゃないかなっていうので、これファンクエステイトって多分音楽のファンクから来てると思うよね。俺その音楽でファンクっていうジャンルがめっちゃ好きで、っていうのもあってすごいジャケット活かしてなと思って買ってみました。ちょっといきます。オーマイガー、ここまで運ぶのにちょっと揺れてしまったようだね。まあこんな時もあります必死に声出さないように顔でってすごいやってたけど、すごいめっちゃ手がトロピカルな香りする。まあちょっとじゃあこれいきましょう。ちょっと本当はねゆっくりあれやね。おー、やっぱ濁ってんね。なんかヘイジーっていうのは濁ったって意味らしくて、普通の IPA とかに比べるとこうちょっと白濁してるね感じなんですよ。ちょっとまずいただきます。あーうまっ。あーまあ後半ちょっと苦いけど、まあジューシー感がやばい。口の中に旨味がめっちゃ広がってて、なんかねすごいこうパッションフルーツ感のあるビールやね。うんうん、うまっ。IPA が苦いけど、どっちかってなんかほんまそのジューシーさが強くて、後半にちょっとこう苦みが花咲く感じかな。あー美味しい。すごないこれ、ほんまにマジで何にも見えへんわけよ。まあこれがそのヘイジー IPA と呼ばれるもんでね、まあ、正直ただね、あのまあこっからいろいろ飲むけども、まあ俺も素人やし、まあ一応俺個人はこんな感じかもなと思って感じたこと言ってるけど、ちょっとずれる時もあるかもしれんから、まあ、そこちょっとほんとご了承ください。まあなんかね、まあパショルツっていうか、まあマンゴーにも近いかな、どっちかって言ったら。うん、まあ完全にそうじゃないけど、イメージな、イメージそんな感じ。でもすごい美味しいです。ちょっとまあ今回お供はね、まああのフライドポテトあたりが一番こうビールに合うんじゃないかと思って、ちびちび行きながらっていうので今回これ買ってきました。これ知ってるかな、これ東京で結構ね人気なやつなんやけど、アンドザフリットっていう、俺一回初めて見たのは原宿やったんやけども、まあ疲労とかにもあって、ちょっと時間が経っちゃったからあれやけど、今回はボックスで、これ黒トリュフのマヨネーズで、これがサワークリームかな。でまあ2種類のポテトを買ったんで、こっちはねマッシュポテトみたいな感じで、こっちはもうあのここの鉄板のフライドポテトで、なんかねこっちのタレに関しては期間限定らしくて、甘酸っぱいシラチャーソースというものに、要はまあチリソースみたいなのがかかってるようなイメージで、このライム絞ってまあ一緒に食べるんやってさ。よいしょ、はい、いただきます。あ、うまっ。最初酸っぱいけど、後からのチリソースの酸味と程よい辛み、すごいいいわ。ああいいね。まあでもビールはなマジでさ、もうほんまに物によってめっちゃいろんな幅があるからね。まあ正直普段の、まあ、スーパードライとか、ああいうので合うようなやつも合わへんとかがあるからね、クラフトビールってなかなか難しいなとは思うんやけどさ、でもこれはすごい美味しい。ちょっとあのアーバンノートのマイアミブリュットラガーもちょっと一口ちょうだい。じゃあちょっといただきます。軽っ。あ、ほのかに華やかやな。あ、でももうなんかもう俺 IPA をずっと飲み慣れてるせいもあるけど、ラガーマジでもう、いやもちろん味あるし美味しいんやけど、マジ水のごとくごくごくいけるね。確かにこれあのなんか夏の海岸で確かに飲みたくなるような感じ。暑い時とかにあの変に重くもないから、すごいゴビゴビ飲めるような感じの味やな。美味しい。あの基本クラフトビール俺美味しいないと思ったことあんまないからな。1個だけランビックって言われる種類があって、まあ分かりやすくてめちゃくちゃ酸っぱいのがあって、でそのカンティオングースっていうビールがあんねんけど、それだけほんまお酢みたいな味して、そいつだけちょっとねうってなった。まあある程度飲み慣れてくるともしかしたらいけるんかもしれんけどね。
でもね、やっぱそれ以外はやっぱ基本毎回発見があるから面白いなと思ってて、そう、もうでもすごい今だから僕お金がめっちゃかかってしまう沼にはまってるなっていうのはちょっと思ってるんやけどね。じゃあもう一個これも食べてみろ。あ、うまこれ。あ、中めっちゃあれやね、クリーミーやな。マッシュポテトやから外サクサクやけど中すごいね、重厚感、重量感がある。ま、いやあの自販機、まあちょっと高円寺から歩くからあれやけど、あそこで買って帰りにどっか自分の気になってる別のなんかこれクラフトビールに合うかもなみたいなお店行って買って家で晩酌するのめっちゃ楽しいと思う。今すごいあの満足度が高いです。いやモスデフヘイジー IPA 美味しゅうございました。いきます。もう本当にあのビール複雑すぎるから早くなんかホップの何が入ってるかっていうのを聞いただけで味が想像的になりたい。これの友達がめちゃくちゃビール好きでもう聞いただけでね分かるやついるからさ。よし、じゃあ次飲んでいこう。次はね、あのさっきのこれの兄弟のやついきます。ということで次こちらです。まあアーバノートの難しいよね、エレクトリックシティウエストコースト IPA。 まだ IPA なんやけど、ウエストコースト IPA って聞くけどエレクトリックシティってついたん初めてなんやけどな。まあちょっとグラス軽く洗ってきたのでこれでいこう。次は噴射しないで、よし、セーフ。おー、いいね、いい感じよ。いいよ、わかるかな。さっきのヘイジーに比べると、まあとはいってもちょっと透明ではないけどちょっとこちらがクリアな感じ。まあちょっといただきます。うん、すごっ。さっきのあのヘイジー IPA が本当に丸みを帯びてるとしたら攻撃力が高い。あーでもこれあれだわ、なんか最初すごい攻撃力のある味やなと思ったんやけど、キレは抜群に、なんかさっきのエイジーの方はなんか後にこうちょっとゆるっとこう苦味がパッてくるけど、もうしょっぱなからこう苦味バシバシバシってくる感じで、すごいね、さ、なんか苦いんやけどさっぱりしてる、あの後に引かないビールって感じ。へえ、面白い。さっきのがすごいジューシー感強かったから、これと比較すると全然あの違うね、余韻の残り具合は。美味しいです。でもねこれね、まあなんかその苦いっていう風に一応言われたんで買ってみたけど、個人的にはなんか思ったよりは苦くなかった。まあどっちかっていうのは割とすっきりしてて、口に余韻として残るわけじゃないけども、まあどっちか華やかな感じかな。ダブル IPA とかトリプル IPA っていうのがいろいろ種類があって、ホップのあの苦味を2倍にするのか3倍にするのかみたいな、まあそれでトリプルとかダブルってあるんやけど、まあダブルとかトリプル飲んだことあるがゆえにかもしれんけど、なんかそこを一応基準にしてたから、そう考えれば全然ね飲みやすかった。まあ、ちなみにあの全く知らん人に言うと、一応IPA っていうのが、そのまあホップっていうのをクラフトビール作る上で必要で、そのホップっていうのをまあすごい使ってるビールのことなんやけど、昔そのイギリスがそのインドを植民地としてた時代に、そのイギリスからインドにまあそのビール届けようと思った時にさ、その距離があるから飛行機とかも特になくて、その時は、まあ、船で行くから、まあ、腐っちゃうわけよ。ですごい大量にホップを入れて、ホップって防腐剤としての役割もあるから、そのめっちゃ大量に入れたら腐らんくて済むよね。でとりあえずそのインドにビール届けたいっていうのでホップ大量にして、たまたまその出来上がったのが IPA なんよ。だからこの IPA って言ってるけど、一応これ正式名称はインディアペールエールっていう名前に載ってて、まあ一応そんな由来があります。で俺はそのホップがすごい効いてるのが、なんかホップすごい効いてるんやけど、なんか物によっても、まあ、苦いんやけどめっちゃ華やかのもあるし、まあ一方でめっちゃ苦いのもあるしとか、まあ味もなんかグレープフルーツみたいなのもあれば、そのパッションフルーツとか、まあ、マンゴーとかいろんなのがあって、結構なんかそこの奥深さみたいなのが初心者の俺にとってはなんかちょっと面白いなと思って今ハマってるっていう次第ですね。まあこれもだからね、そのウエストコースト IPA っていう、まあ、これ西海岸のやつなんやけど、まあこれもでも、うん、美味しいな。さっきのヘイジに比べるも全然まだ違うから、だからあのもしビールちょっととかじった俺としては、まあラガーやったらラガーで飲み比べとか、 IPA は IPA で飲み比べとかすると違いが分かって面白いと思うんで、まあよかったらやってみてください。あー、でもやっぱ
ぱビールと揚げ物って正義ですね。いや俺ね、今めちゃくちゃ後悔してることがある。モスデフヘイジ IPA、 パッションフルーツとか最初だけど、いろいろ飲んで楽しんでった結果、いやこれはパッションフルーツじゃないかもなと思って、これはねマンゴー感の方が多分強いなっていうのがね行き着いた結論です。はい、難しいのよなやっぱな、クラフトビールの味って。なんかホップによっても味変わるしさ、パッションフルーツはちょっとね、もう一方正しいかもしれんけど、後々腑に落ちたのはマンゴーでした。なのであのマンゴー感と思っておいてください。頑張っていろいろレポートもちゃんとビールもできるように精進します。2本ぐらいしか飲んでないけどやっぱ酔ってくるね。いやでもこれもうまかったな。まあ苦味はあるけど、本当あの、まあ、キレのいい IPA 飲みたいって人やったら、このエレクトリックシティウエストコースト IPA、 これ見かけたら飲んでもらえても面白いと思います。次がねちょっとあのスタウトやから、まあ、黒ビールになるんですけど、ちょっともしかしたらフライドポテトと合わんかなとは思うんやけど、まあまあせっかくやしね、まあ、ちょっとジャケ買いしちゃったからあれはもう、まあ、ちょっと最後それで締めようと思います。はい、これ最後ね、ラッセルのオートミールスタウト。大麦以外にオーツ麦っていう、まあその麦を使ってるとオートミールスタウトというらしい。まあでもベースはね黒ビールやと思うけど、よし OK。 まあこれはな正直ちょっとミスったいからね、ちょっとチョコレートとか買えばよかったかなって感じやけど、これはあぶセーフ。まあこれが最後かな。まあこれ飲んでいこうと思います。まあいただきます。あーもう、もう香りからしてもうあのこのコーヒーをね連想させるような、あーうま、後味うま。まあなんかコーヒーとかダークチョコレートって書いてあるんやけど、最初の口当たりほんまそんな感じやけど、余韻は苦すぎないコーヒーって感じかな。でもなんかその黒ビールってものによったらすっごいむちゃくちゃもたっとして、それはそれで良さないけど、ずしんとくる黒ビールとかもあるけど、個人的な意見やけど、これはどっちかって言ったらすごい口の中にこう余韻は残るんやけど、すごい重くなるようないわゆる黒ビールではないかな。なんかめちゃくちゃ濃いやつとかやと、ほんまにあのブラックの、まあ、カカオ 98% みたいな、ああいうチョコと合わせてもいいんやけど、これは割とそうじゃない甘めのチョコとかと食べても美味しいと思う。ただこれブライトは合わんのじゃないかな。ちょっともう行ってみるか。うん、これはこれで安定して美味しい。やっぱあの黒ビールのあてはチョコとか、あとドライフルーツとかお肉とか揚げ物っていうよりかは、なんかその別のものでやる方がいいと思います。もうこれ完全にもうノリで買っちゃったからね。あれか、でもさやっぱ可愛くない。ここでまずねこのブルワリーのラッセルっていうかバーンって出てるけど、ラッセルっていうのはあれなのかな、猫推しなのかな。いやビールは奥深いよ本当に。 IPA だとかラガーだとか、まあ、ホワイトエールだとか、まあ、なんかいろんなタイプあるけど、まあ、そのタイプで飲み比べても面白いと思うけども、本当にまあなんかノリでジャケットで買ってもすごい面白いと思うんで、もしなんかビール開拓するって人はぜひなんかノリで選んでもらってもいいと思います。てかあとマジでね、俺ほんと初心者やからね、あのビールのおすすめあればマジで教えてほしい。あのとりあえず今俺はそのちゃんとまだそこまで深く知れてない状態から、なんかいろいろとりあえず飲んでこんな味がいっぱいあるんだっていうのを知りたいっていう段階やから、もしあればコメントください。まあもうこれが最後やからね、まあ最後これ飲んで食べて、まあ今回は終わると思います。まあ、一応このオートミールスタートね、まあなんか俺個人の感想はあるけども、まあ一応公式ではどういう風に言われてるかっていうのだけ説明しておくと、フレーク状のゴールデンネイキッドオーツ、まあだからそれが多分オーツ麦のことやるね。で、チョコレートモルト、ブラックプリンツなどのモルトを使用して醸造されたオートミールスタート、コーヒーとダークチョコレートの香りがシルクのように滑らかなボディにシームレスに溶け込みますって書いてます。まあ、正直後半はなんかもう物はいいよちゃうとか思ってるけど、シルクのように滑らかなボディにシームレスに溶け込めすぎに使いすぎやと思って、だからまあそのコーヒーの香りとダークチョコレートの香りがまあすごい自然にスッて入ってくるよってことやと思うけど、そうだね、この勉強したい時に思うの1個言っていい？クラフトビール系のね説明ね、たまにすごい回りくどい時あるからちょっとね難しいんですよ。まあ、こういうのもねちゃんともう見た瞬間に、あの大麦かあの大つむぎかみたいな、そういうの分かれるようにね、まあ、頑張っていこうと思いますわ。はい、そんな感じです。まあでもあの味は本当に美味しいから、まあ見かけたらぜひ飲んでみてください。いやうまかった。もうこれ最後、もういろいろ食べ飲みしてだいぶお腹膨れたんで、これで終わります。
いやでもどれも美味しかったな。まあということでね、じゃあちょっとお会計だけ表示したいと思います。まあっていう感じでね、まあまあクラフトビールやから、もちろんあの普通のコンビニとかで市販で売ってるようなビールに比べてやっぱりそれなりの値段はするんやけども、それぞれのブルワリーさんがこだわりを持って作ってるビールやから、まあいわゆるコンビニとかで買えるスーパードライとか札幌ビールとか、ああいうのに比べてまた違うあのテイストのねビールが楽しめるから、まあまあクラフトビールちょっと飲んでみたいなっていう人はぜひ今回あの紹介したドリンクアップクラフトビアショップ行ってもらったらいいんじゃないかと思います。まあ、ちょっとね駅から歩くからあれやけども、まあでもやっぱその自動販売機であのクラフトビールを買うっていう体験もなかなか珍しいし、まあ一応その店員さんもいるから、まあなんか一応説明書きはあるけども、わからんかったら店員さんに聞いてもらったら、教えてくれるから、クロートもしかり、まあ全然クラフトビールわからんって人も安心して買えるお店なんじゃないかなと思います。ということで、まあ今回ビール編でした。まあ今後ちょっとね自分がビールハマってるってのもあるから、まああのビールのお店を紹介することがちょくちょく増えてくるかもしれんけど、そこは楽しみにしておいてもらえたらなと思います。ということで今日はこの辺で終わろうと思います。以上、なとかでした。